演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は業務スーパーのアプリコットタルトを食べたいと思います。業務スーパーのタルト冷凍のが美味しいっていう動画はちらちら見るんですけど、常温のタルトもあるんですね。興味ありますね、どんなものなのか。おお、しっかりこういうのに入ってるんですね。わあ、だ崩れた崩れた。ああ、せっかくちょっと毛皿もあったのに。うわあ、ああ崩れちゃった。でもまあ終わりよければ全てよしってことで、勘弁してください。冷や忘れたよ。まあおかげで切って断面図を見せる手間が省けましたということで、こういう風になってます。上のアプリコットジャムも美味しそうですね。ではいただきます。生地の部分はサクサクしていて、音も食感も心地よくてとっても美味しかったですが、アプリコットジャムが甘酸っぱさの量もちょっと足りない気がしますね。生地に完全に飲まれてしまっているような、いや完全でもないかな、完全とは言わないまでもちょっと存在感が薄くなってしまっていたのが残念でした。もうちょっと量を増やすか、あるいは甘酸っぱさを強調してほしかったですね。ちょっとバランスが欠けてしまったのが残念でしたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは、ひまわりのような髪から日が生える。日に向かって咲くひまわりのような髪、美しいんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。
パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。